嫌なんですよねみんなこれ取っていくから恥ずかしいと思っていろいろやってきましたやっぱ叱られることも多かったんで、子どもたちがそのたんびにこう「お父さんはこういう意味で言ったんだよ」とか「こういうふうに思ってるからあんたたちにこういう言い方したんだよ」とか。なおはそれで素直に、あれは素直だから結構素直にポッていく。タグに言うと「今?」みたいな「今だよ」「今行かなきゃいつ行くんだよ」みたいな「今でしょ」って。なんだっけ、なんとかもどき、標本トカゲもどき、ご褒美もらっちゃいましたこういうとこがせっかなんですよ。こういうの僕にしてくれないですかねえ、やっとこの日が来たかなっていうか、ずっと言ってたんで、まあ多分2人もそこを目標にしてやってきてると思う。ドキドキです。ドキドキのダブルですか。ダブルですね。多分 80% はタクの方で使い切っちゃうような気がします。